なんかサークル系かわいそうになってきたよね。これ1000万個突破とかなってるけど、結局ねめっちゃ余ってるもんね。これがまあセブンイレブンの力なんでしょうね。でもね、ちょっとサークル系が明らかに不利なんでね、とろける釜出しプリン、これほんとうまい。もうこれ絶対セブンイレブンのプリン勝てないから、これには。このプリンと焼き鳥で戦おう。あと中華まん、チャーシューまんもサークル系の方が強い。この3つで戦っていこう。この3つで。これファミマやん。でもあれセブンやからね。あれセブンでこれファミマやからね。もうサークル系とか関係なくセブン近すぎへん、いつも。でもこれサークル系を潰したんじゃなくて、もうコンビニ全部を潰そうとしてる可能性があるね、あのセブンイレブンね。多分明日の撮影でも、多分もうこのストーカーぐらいの距離でしょ、セブンイレブン。ここにファミマあるから。多分明日の撮影でも絶対セブンはもうストーカーみたいに近いところにいるわ。ゼリーずっとこれ消えないじゃん。ゼリーはなくならへんやん。こっちにもゼリーある。うわ、セブンイレブンの力でもうゼリー全部。うわ、もうゼリーからすごいよ。寒天でしょ、ゼロカロリーでしょ、でこういうなんかこんにゃく畑とか使うでしょ。うわ、ゼリーからすごいわ。強いな。こうプリンでサークル系負けてるようじゃダメなんだよね。プリンではセブンイレブンに勝ってなきゃいけない。あかん。あ、プリンでも負けてるわ。あかん、もうサークル系焼き鳥ぐらいしかないわ。さっきの場所から1キロぐらい行ったやん。で、こうファミマあるやん。あれよ、ほら、ほらあれ。ほら、セブンや、セブン。いや、もうほんまストーカーやろ、これ。またファミマの隣にセブン立てたね、これ。ファミマを潰そうとしてるね、これ。いや、もう、近すぎるでしょ、こんな、ここからそこでしょ。うわ、セブン、キモ。街でですね、できるだけ多くのコンビニを調査したいと思いますね。たまたま一番最初に漫画喫茶から出てたどり着いたコンビニがセブンイレブンというかね、まあそれも憎たらしいんですけどね。鶏唐揚げマヨネーズとおにぎり買ったんで、おにぎりになるともうサークル系のレベルが違う。断然セブンイレブンだ、おにぎりとなると。いやー、じゃあサークル系のおにぎりが潰されてるって計算ですね。多分セブンイレブンが近いんだな、他のコンビニ。多分今のところセブンイレブンが一番よく見てるけど、セブンイレブンが他のコンビニの近くにわざと立ててるように見えてて、確かに商品もまあ昨日のように奪ってってるんでね。サークル系から徒歩1分でセブンイレブンということですね。これは完全にセブンイレブンのサークル系潰しだと陰謀でしょうね。ここ道外れにサークル系があって、セブンイレブン国道1号線沿いにあるってのも腹立つね。ローソンなんですけど、京都のローソンなんですけど、向こうにもすぐそこにもあれローソンあるじゃないですか。ちょっと変わった外見のサークル系がですね、京都の街の中にありましたんで。ゼリーよ、ゼリーセブンイレブンはここがたまんないからな、セリー。いやー、なんかあのサークル系の近くにセブンイレブンなかったんで、もうセブンイレブンどうこうじゃなくてサークル系が弱いんじゃないかなという、まあサークル系派の俺が言うのもあれなんですけど、サークル系自体が弱いと思うんですよ。だからね、サークル系が何でセブンイレブンに勝てるかを考えたいんですよね。総力戦ですね。もうセブンイレブンが本当多くて、本当売り上げてんで、もう他のコンビニ全てが力を合わせてセブンイレブンの侵略を止めるべきだと思うんですけどね。もうサークル系焼き鳥しかないから、焼き鳥、サークル系の武器が焼き鳥で、フライドチキンがファミマだ、ローソンのおにぎり、ミニストップのパフェ、